衝撃、メスに食べられるカマキリのオスの定め。カマキリの交尾後、オスはメスに食べられると聞いたことはありませんか？実際は全てのペアが共食いをするわけではなく、 10% ぐらいが共食いをするという感じです。交尾中に頭からオスを食べたり、交尾後弱ったり死んでしまったオスを食べたりすることは実際あります。こちらが動画です。グロテスクですね。しかしオスはメスに食べられることで、共食いしなかったカマキリよりも子供の栄養になり、メスが卵を産む数も約2倍くらいになるという研究結果もあります。そうなると食べられて悔いはないとも思いますね。